こんにちは、速解塾の久保です。いつもお世話になります。椎の木は座る。今日は福山ね、嬉しいね。なんかね、ちょっとでも会えるといいと思いますけども、まあ無理しないようにしてください。大事なクライアントさんへの訪問ですからね。うん、それでね、最近特別定額給付金の動画がかなり受けるんで、どんどん量産してるんですけども、やっぱりね、アップロードすれば数千回とかもあるし、ライブをすればね、やっぱ100人前後来てくれるというね、快挙なわけなんですよ。で、ここに対して持続化給付金、定額給付金が出るか出ないかはまだ決まってない。第3次補正予算が決まるのが12月の半ば、もしくは1月になると思うんですよね。まあ、これをね、待っていてもしょうがないんで、皆さんお金に困ってらっしゃる方ばかりだと思います。5万10万をね、待ち望んでる方ばかりだと思いますので、じゃあポイントサイトでもうね、待ってる間に5万10万とか稼いでみようよってことで、モッピーってのをね、今回紹介してみたら、ゆうべ動画を上げて今朝までに紹介登録が11件起きてるんですよ。結構大きいですよね。うん、で、何十人もの方が見て、その中の一部の方が登録してくださって、これなんで、多分ね、これポイントサイトモッピーのことを今度はね、記事でちょっと上げていこうと思うんですよね。記事っていうか動画で。で、その先に篠木くんとのコラボかなんかをやって、このモッピーのね、モッピーをはじめとするそのポイントサイトに詳しい人ですよってことで誘導はできると思うんですよ。で、ポイントサイト、私はね、そんなに詳しくないんで、運営の一切は、まあ、お任せするようになると思いますし、まあ、篠木くんがね、たくさんの生徒さんを抱える図が今から目に浮かぶんですけども、ちょっとね、ポイントがあるんですよ、ウィークポイントが。というのが、5万円とか10万円をもう待ち望んでる人なんで、基本的にお金がないんですよね。まあ、ですんで、多分ね、高額塾の販売には至らないと思うんで、例えばね、このモッピーのなんかその使い方みたいなのを、なんていうかな、毎月5万円を稼いでいこう、おうみたいなことをするんですけども、まあ、言われた通りにやって稼げなかったら返金しますみたいな保証をつけた方がいいのかなっていうところもあったりとか、まあ、なんか被害妄想も強い方が多いと思うんでね、申し訳ないですけども、低所得者で5万10万とかをね、躍起になっている方とか、国は何をやってんだ、金くれみたいな人はネガティブな方が多いと思うんですよ。だから今回はね、意欲的に勉強しようと思ったりとか、何かに挑戦しようっていう気持ちよりも、楽して稼ぎたいって、本当にね、詐欺にかかりやすい人ばかりだと思うんで、その辺ね、難しいと思うから、ちょっと考えないといけないですね。だからといって、もう低料金でやっちゃうとすごく手間がかかるんで、お試しで最初の1ヶ月、とりあえず5万売り上げを目指してみませんかみたいな感じで、参加費用はまあ1万円までに収めていくとかね、9800円とか、本来は3ヶ月コースで30万なんだけども、今回は最初の1ヶ月お試しで1万と、それで本当にね、5万円達成したら、そういう風な方は2ヶ月目以降にもご案内しますよみたいなのはどうかなと思うんですよ。だからね、今回の特別定額給付金の情報にこう集まってくる人ってのは、基本的にモラルがない方だと思うんですよ。もちろん悪いコメントはほとんどなくって、久保さんお願いします、応援してますみたいな方ばかりなんですよ、コメントはね。でもやっぱり楽して稼ぎたいっていうのの本当最たるものが来ると思うんで、運営は難しいと思います。意欲的に今固定収入があるんだけども、将来的に不安だから、余力のあるうちに勉強しとこうって人じゃないんでね、だからその辺もあるんで、まあ今回ね、持ちかけておいてなんだけども、やめとこうかなっていう気持ちもわかるんですよ。まあ、その辺も込みでね、ちょっと運営をどうするか考えていければなと思ってます。まあ、モッピーに関してはしばらくこんな形でポイントが稼げるよみたいなのを、私自身ね、特別定額金を待つ間にやるコーナーみたいなのをちょっと派生させて、アクセスを稼ぎながら、さらなるね、モッピーの紹介登録をちょっと稼いでいこうかなと思いますけどもね。もうちょっとせこくね、2000ポイントずつ稼いでいこうと思うんですけどね。まあ一晩でね、2万ポイント以上が集まったんで、これ大きいなと思いますし、で、実際ポイントサイトって未だにあんまり知られてないね。で、そっから派生して自己アフィリエイトってものに伸びていく。これがだから、初月で5万円稼いだ人は2ヶ月目から A8 ネットを紹介するって流れでいいと思うんですよ。そしたらネタも尽きないしね。で、篠木くんは動画をバンバン出すわけじゃないばかりじゃなくて、それをね、やっぱり第1章第2章みたいな形でサイトにまとめる作業をした方がいい。で、そのサイトを販売するっていう風な形を取ったらいいと思いますね。でどうですかね。まあいろいろと考えが尽きないんですけども、まあ忙しいと思いますんで、余力があればね、やりましょう。これ急ぐもんでもないんでね、まあ急ぐ部分はありますね。特別定額給付金が出るか出ないかはっきり分かっちゃうと、多分私のこのね、
動画シリーズもいきなりアクセスはしぼむと思うんでね、暗号通貨の時のように。だからたまに動画ってブームが来るんですよ。暗号通貨のことをコツ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 やっていって、アクセスが本当にね20とか30とか50とか100みたいな時代がずっとあったと思えば、なんかビットコインバブルが急に2017年に来てアクセスが数万とかね、ドーンと来たりとかね。でそのタイミングで速稼塾のジェネシス売ったら、まあ、400件売れたみたいなことがあったりね、すごくあるんですよね。ほんと様々ですよね。だからしばらくして特別定額給付金でまた大きな波が来たかなっていうのが最近ですね。この1ヶ月で1000人以上の登録があったんでね、かなりありがたい出会いもありましたんで、最近はまた動画とかねライブがいつも盛り上がってる状態ですね。普段はね、ほんと1週間か2週間ぐらいライブやっても0人っていうのが結構続いたんで、まあ耐えにはいけんなと思った時期はあったんですけどね、まあこんな形でございます。まあよろしかったら今日ね、私の用事が終わった後連絡入れますので、その時に、動画を見ていただいていたら、まあちょっと難しいと思うんですけどね、いいなと思いますね。あ、すみません、そんな形でございます。忙しいとこすみません。